おはようございます。坂村新民先生の三女の西澤真美子さんから、曹洞宗で出している禅の友という冊子のコピーを送っていただきました。禅の友は今も発行されていますが、お送りいただいたのは昭和45年のものであります。当時坂村新民先生が禅の友に詩を載せておられたのでした。送っていただいたコピーは松原泰道先生と曹洞宗の服部正斎さんとの対談記事でありました。ちょうど松原先生のご命日の近くだったので、松原先生を忍びありがたく拝読させていただきました。松原先生の般若心経入門が昭和47年の発行ですから、まだ般若心経入門が世に出ていない頃なのであります。松原先生が63歳の頃のものであります。対談記事を読んで深く感銘を受けました。何に感銘を受けたかというと、対談の内容の深さとその構成であります。対談だからといって思いついたことを喋っているのとは全く違います。話す内容についてその構成を含めてきちんと支度をして用意周到に語られているというところです。どんな話であっても綿密に準備をしておられた松原先生ならではだと思いました。話の始めに松原先生がアメリカのとある教育家のことを紹介されています。毎日一つずつでいいから美しいものを見つけようと言い出して、何年かしているうちにたまたま道端でみすぼらしい婦人に出会ったというのであります。救いを求められた時に、やはり美しいものを見つけましょうということを教えたのでした。その後その婦人に出会った時に、みすぼらしいことに変わりはないのですが、非常に顔に明るさがあったというのです。よく聞いてみたら、そのみすぼらしい婦人は人生を儚んで親子心中をしようと思ったそうなのです。その時ふっと西の空を見たら、夕焼けが非常に美しかったのでした。その美しいものを見た途端に死の誘惑に勝てたというのでした。この話を冒頭に紹介なされています。いい話であります。しかしこれで終われば仏教としては深まりがありません。松原先生はそこから一人一人にある仏心仏性を見出すことにつなげて説かれています。そこでさらに、ありがとう、すみません、はいという言葉を説かれています。大阪のある高校の先生がアスハ運動というのを提唱されていたと紹介されています。ありがとう、すみません、はいでアスハなのであります。晩年にはありがとうが厳粛、すみませんが経験、はいが開口と説かれていましたが、まだそこまで整理はされていない頃のお話であります。こんな頃から素材ができていたのだと学ぶことができました。特にはいという返事に禅の立場から解釈をなされています。はいということは自分が自分に合うわけですと説かれています。松原先生は、今親とか先生とかの断絶は誰でも言いますけれども、自分が自分と断絶しているということは善でなければ言えないことだろうと思う。この返事によって自分が自分に合うということが本当の正見だからということですと。逆に言うならば、本当に気持ちのいいはいという返事は、自分も自分になれるし、相手に呼びかけることになるのだし、そして相手に気持ちのいいものを与えれば、それがそのまま美しいものを引き出すことにもなりますからねと。だから呼びかけられた時にはいという返事をしていけば、相手の中に美しいものを見ることができる。こっちが美しくなければ相手の美しいものは見られませんからね
とおっしゃっています。はいという返事で相手の中に美しいものを見出せるというのです。それからさらに松原先生は浄土真宗の広瀬光天でしょうかね、広瀬先生の言葉を紹介されています。南無阿弥陀仏という言葉を今の日本の言葉で表すと、ありがとう、おかげさまで、でいいのではないかというのです。ありがとうというのが南無で、おかげさまでというのが阿弥陀仏だというのであります。その話を聞いておいて松原先生は、禅はありがたいな、そんなことを言わなくたって、その相手の中から仏心を引き出すことができるとおっしゃっています。ありがとうがそのまま南無阿弥陀仏になるのだからというのです。そして最後には、真実は微笑みに伝わるとして微笑みを説かれています。松原先生は心に化粧の済んだ時の表情が微笑みだと説かれています。年下未生という前後に触れて、言うことも語ることもできない人生の真実なるものが微笑みの中に伝わったということだと解釈をされています。そして松原先生は柔軟心、柔軟心と読みます、柔軟と書いて柔軟と読みます、柔軟心に咲く花が微笑みで、その花に実ったのが言葉だとおっしゃっています。仏心、柔軟心が元で、それが持てる時には微笑みになり、実ったら言葉になるというのです。というように、美しいものを見ようという話から、ありがとうすみません、はいという話に発展させて、はいという返事は自己が自己に出会うことであり、相手の中にも美しいものを見ることができると普遍させておいて、その美しいものとは仏心に他ならないとこうしています。そこから仏心を、南無阿弥陀仏を例にとって、ありがとうおかげさまでという言葉で表されるんだと説いています。そして最後に、その美しい仏心に咲く花が微笑みで、実ったのが言葉だと締めくくられているのです。見事な内容と構成なのであります。綿密なご準備をなされてこその対談だと思いました。ご命日にあたって松原先生を忍び、なお一層己に鞭打たねばと思ったのでありました。それでは今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、そして足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチスッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろし、もう一度息を吸いながら、吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、最初一息、息を強く吐き出します。口から、口を開いて口から、それこそお腹の底の方の空気も全部吐き出す。胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口から強く一息、はぁと吐き出して口を閉じます。すると鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってきます。体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてくるような、そんな気持ちで、その後は口を閉じて、鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますことをお祈りしております。